はい、F ソ古着チャンネル K 編集長です。今日は今から、京都に向かっています。今ちょっとね、状況が状況で、明日8月8日から滋賀県が、まん延防止法というのを適用されることになりました。急遽決まったんですけど、ちょっとね、その前にどうしてもしておきたいことがあって、で、古着屋ジャムさんの京都市場店が4月やったか5月やったかにオープンしまして、それからロイコの京都寺町店もオープンしてね、京都の初進出という形で、京都出店されたんですけど、そのお店がなかなか取材させていただけなくて、で、まあ状況ね、ずっと見てたんですけど、で、今現状、状況としては、大阪が緊急事態宣言真っ只中ということでね、で、京都は、まん延防止法適用中です。で、明日から滋賀県もまん延防止法適用ということで、京都も近くその緊急事態宣言に切り替わってもおかしくないかなというような、まあ手応えというか感触なんで、その前にね、なんとかもうお店の取材をさせていただこうかなということで、で、いつものようにね、トロンボさんと一緒に、回って、いろいろ古着屋巡りみたいな形でね、やるのはちょっと今回はやめておこうと、まあ、お店のね、中だけちょっと撮影させていただいて取材して、それで、編集してご紹介できるような動画にできればいいなと思っています。で、まあ、そんなことで今京都に向かってるわけなんですけども、たまたま今、今日ね、京都で古着交換会のイベントが、開催されています。スピンさんとかね、あと京都の、大学生がやってるトロイカという、古着屋さんとかそのあたりが、組んでやっておられるんですけど、その古着交換会もちょっと興味があるんで、まあ、どんなイベントかなっていうのとかね、まあ、自分もイベントとかやるん で滋賀県でもね、活動してるんで、滋賀県でもそういうイベントができたらいいなとか、そんなこともあるんで、ちょっとどんなイベントか見てみたいのでね、参加してみたいなと思って、で、そちらも取材の、お願いをしていまして、まずはそちらに向かおうかなと思っています。古着交換会に参加するということでね、一応着なくなったシャツを持ってきたんで、それをどんなものに変わるかわからないですけど、古着交換も、体験してみようと思っています。ということで、まずは古着交換会の方に向かいます。結構重いありますね。
ネイビー。はい、今、ね、日本に、はい、はい、お願いします。で、ここから、またここを取っちゃえば選ぶ。せっかくなので、こちらを押していただきましょう。はい、まあ、こういうのが書いてあるわけね。南千葉のナイスデスク、あ、ナイスデスク、すごいナイスデスクロージング、めちゃくちゃいい店です、ナイスデスク。南千葉のナイスデスク、行ってください。めちゃめちゃいい店。行ってみます。これ、ほんで、本棚めっちゃいいですよ。リッキーズか、リッキーズのトリプルステッチね。いいね。ここはでも女の子だ。これはすごい。そうですね。結構にぎわってますね。ね、いやあ、コーナー変えたわけね。静岡の古着屋で20年前ぐらいにガイドの好きな人にぜひ来てます。おい、ちょっとしゃれてますね。ねえ、いいじゃないですか。これもタダでタダでちょっと交換してもらえると。そうですね、せっかくだから何か交換してからうんこ T シャツ。うんこ T シャツいいですね。これはいいじゃないですか。ね。なんか着てそうですね、めちゃくちゃ。そうだね。イメージ。いっぱい持ってるといえば持ってる。やっぱりですか。何して動画撮ってんの？そう、俺が YouTube に出すから。あー、そういう、そうそう、その辺はスピンズさんが出されてるやつですね。スピンズさんがこの辺出されてるやつです。はい、ちょっとしっかりしてるもん。間違いないです。これいいやん。いや、どこ選んでいいの？いいですね、はい。すごいやん。カーハートとか今好きな人多いんじゃないですか。いや、多いですね。ね、めっちゃいいっす。菅スペインズさん。トレンド押されてますね。スピンズコーナーからどんな感じがしますか？これ行きますか？いや、いいっすね。これにしようかな。いや、これをどうしたらいい？これを、いや、もう持って帰っていいと思います。ほんま？はい。じゃあこれにします。ハンガーだけ置いてもらって、多分持って帰っても大丈夫。多分どんどん追加で服かけていくと思うんで。そうだね。じゃあこれを、これ多分ですけどね、間違っちゃすいませんって感じです。でも大丈夫です、服もらってるんで。自分が持ってきた袋に、はい、万引きみたいな感じ。いや、そうですね。循環ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。OK。